吹奏楽は最も講義には管楽器を主体として演奏される音楽の総称である。一般にはヨーロッパの軍楽隊とアメリカのスクールバンド、すなわち西洋の木管楽器、金管楽器を主体とし、弦楽器、特殊楽器、打楽器による編成で演奏される器楽を指す。軍隊や国民の士気を鼓舞するための実用音楽を背景に発達したものの、今では コンサートホールにおける演奏会やマーチングバンドなどの活動が中心となっている。日本では吹奏楽団はブラスバンドまたはブラバンと呼ばれることがある。これはドイツ語にはそうもののブラスバンドはブラスバンドという英語に由来すると考えられており、木管楽器を編成に含まないため吹奏楽団と同義ではない。吹奏楽編成による演奏風景。 吹奏楽は、時期通りには、吹いてそうする音楽であり、演奏に用いられる楽器の発生方法、あるいは演奏主体の編成により定義される。実態としても、軍楽隊や吹奏楽団では、吹奏楽団体の楽曲に加えて、有名曲の編曲も多用されている。最も講義には、管楽器を主体として演奏される音楽の総称と、することが適当である。 競技の吹奏楽としては、管楽器による二桁の人数を規模とする楽団で、木管楽器と金管楽器を含み、打楽器とコントラバスを加える。チェロやハープなどの弦楽器、チェレスタやピアノなどの特殊楽器を加える場合もある。バイオリンやビオラなどは使用しない場合が多い。多くの国では、消防、警察などの公的な機関に属する楽団や、軍楽隊が中心であるものの、 日本とアメリカでは学校などのアマチュアも多い。アメリカのプロフェッショナルでは1800年代後半から1900年代初頭にかけてギルマーやスーザによる吹奏楽団が活躍し、今日でもダラスウィンズやウィスコンシングインドオーケストラの活動が見られる。オランダ、ベルギー、フランスでは町や村の吹奏楽団が数多くある。イタリア、スペインにもバンダと呼ばれる。 吹奏楽団がある。講義の吹奏楽としては、イギリスなどで英国式、ブラスバンドが結成されている。フランスやドイツなどにも、町や村のブラスバンドが存在する。ジョバンニ・ガブリエールによる、ファンファーレ、18世紀以前の管楽器を中心とした楽曲、ハルモニー・ムジークなどの室内楽的な管楽器による、合奏も吹奏楽の一部をなす。これらの音楽は、 しばしば感学として区別される。声楽、漢楽器独奏ポピュラー音楽、民族音楽、東欧における式典音楽、還元学については、講義の吹奏楽には含まれない。これらについては、本校では承述しない。多言語としては、ドイツでは、ブロスミュージックがあり、フランスではアルモニーが用いられる。吹奏楽団を指すものとしては、ドイツでは、 ブラスオルケスター、ブラスカペレ、ブラスバントなどがあり、フランスではミュージックダルモニーやファンファール、イタリアやスペインではバンダが用いられ、東欧諸国ではファンファーレ、ファンファーラ、オルケスタルなどが用いられる。英語としてはバンドのみで水槽が普段を指すこともあったものの、第一次世界大戦前後に、ジャズ、第二次世界大戦前後に、ロックが一般化するに従って区別された。 軍楽隊ではミリタリーバンドを用いることが多い。イギリスでは民間の吹奏楽団は独自の金管楽器による編成で発達し、ブラスバンドの語が用いられている。ブラスバンドは金管楽器による楽団の意味である。アメリカでも金管楽器が中心の編成が多く、ブラスバンド、シルバーバンドなどがあり、テリトリーバンド、サービスバンド、マーチングバンド、 スクールバンドなどが用いられ、コンサートバンド、シンフォニックバンド、ウィンドバンド、ウィンドオーケストラも用いられている。吹奏楽を指すものとしては、ウィンドミュージックを用いることが多い。なお、ウィンドアンサンブルも吹奏楽を指すものであるものの、フェネルが提唱した編成を指すものとして区別される。戦場などでの野外演奏、食事などでの室内演奏に加えて、 19世紀以降はバルブが発明されており楽器の操作性向上や価格の低廉化が進んだ。軍楽隊の活動が信号や式典などの演奏ではなくセミ公用やヤンなどの演奏に移行したこと、多くの聴衆を集めるようになったこと、アマチュアの演奏団体が管楽器を中心とした編成で結成されたことなどにより階級を超えて広まった。こうした状況は同時に 行進曲のほか、オペラの抜粋や軽音楽などにおける楽曲の編曲による演奏を一般化した。吹奏楽編成のために用いられる作品はオリジナル作品、編曲作品はアレンジ作品と呼ばれて区別される。また、東欧諸国ではオスマン帝国占領下で軍楽隊が組織され、西欧諸国では植民地でも軍楽隊が設置されたため、 実用的な文明の産物から現地における文化への変容を遂げた事例も多い。吹奏楽団体の楽曲に加えて有名曲の編曲も多用されており、吹奏楽が包摂する内容は極めて多様となっている。さらに、アマチュアにより占められ、楽団の運営や演奏など教育的な側面が強調される傾向もあって、吹奏楽の包括的な記述は困難であり、 研究は十分に進んでいないのが現状である。古代エジプト時代にはラッパと太鼓を主に行進を伴奏する情景が当時の壁画に残されている。古代ローマ時代には楽団の編成が中世には楽器の種類、数量が増した。オスマン帝国の進行に伴うトルコ軍楽隊メフテルとの接触はヨーロッパにおける吹奏楽の拡張に貢献した。 より多くのクラリネット、ピッコロが次第に加えられ、金管楽器が発達し、打楽器の素晴らしさ、そして劇的な効果が、大太鼓、シンバル、トライアングルなどの古敵体における拡張を促した。17世紀には、ドイツ、フランスなどで盛んとなり、芸術音楽にも多大な影響を与えた。更進曲として演奏されるレパートリーが出現する、時代もこの頃からである。さらに、 1789年フランス革命が起きると、吹奏楽の形態は大編成のものへと変わっていく。革命を機に失業した宮廷音楽カラーがフランス防衛軍に編成され、式公用の一翼を担った。1810年代には使用する楽器が国により異なってくるものの、すでに現在とほぼ変わらない規模に達していた。ヘンデル、ハイドン、モーツァルト、 ベートーンの影響も大きい。軍学も単に四季の古武だけでなくなり、様々な種類の演奏ができるようになったものの、音量が大きいことと、移動して演奏するのに便利なことなどから、野外演奏が主体だった。やがて、演奏会場におけるキャパシティの拡張に伴い、吹奏楽が一つの演奏分野として認められるようになる。アメリカでは、1892年に、 ジョン・フィリップ・スーザがスーザ・バンドを設立したことなどから、吹奏楽は民間に広まってゆく。クラリネット中心の編成で、学校教育、社会教育に活用されたものの、現行の編成が作られたのは、ミシガン大学のウィリアム・レベリによる。1929年には、アメリカ吹奏楽指導者協会が、エドウィン・フランク・ゴールドマンによって設立され、アメリカにおける、 吹奏楽の発展が図られた。特に厳密な編成は定められていない。18世紀末には、ゴーセック、カテルが数曲の助曲を作曲しており、19世紀に入ってからは、ベルリオーズ、マイアベア、ワーグナー、サン・サーンスも吹奏楽曲を作曲している。20世紀に入ってからは、アメリカ、イギリスを中心に多くの作品が発表され、ホルスト、グレインジャー、 ウィリアムズ、シュミットなどの作曲家が、吹奏楽曲を発表した。大規模の感覚アンサンブルやオーケストラの噛ん楽器セクションを想定して書かれた曲も、講義の吹奏楽曲として扱う場合がある。モーツァルトのセレナーで、ストラビンスキーの感覚器のシンフォニーズ、シュアントナーの曲群、ペンデレツキのピッツバーグ助曲、マユズミとシローのトーンプレロマス55などが挙げられる。 かつて還元楽曲が多く演奏されていたものの、現在は吹奏楽曲も多く演奏されるようになっている。曲詞としては公共曲、公共詩組曲、序曲、現代音楽などと多岐にわたっている。重要な曲種である行進曲においては、アメリカのスーザ、イギリスのアルフォード、ドイツの大家などが作品を数多く残しており、この3人を筆頭として、 多くの更新曲が現在も演奏されている。課題曲は全日本吹奏楽コンクールにおける課題曲とする。下谷賞作品は下谷賞選考会で選出された優秀賞とする。編曲作品は非掲載とする。ただし、作曲者自身、または作曲者の指示、指導を得た第三者による吹奏楽版は掲載とする。吹奏楽編成による 演奏,奏演奏風景吹奏楽編成による演奏風景吹奏楽編成による演奏風景吹奏楽編成による演奏風景特に厳密な編成は定められていない各国ごとに特徴がある形態フランスやイタリアでは木管楽器の音色を重視した編成が取られているオーストリアやドイツでは金管楽器を多くして全体に硬く重々しい音色を持つ編成が取られており ロータリーバルブのフリューゲルホルニーやテノールホルンを使用する点が特徴である。イギリスでは民族楽器のバグパイプを主体とした編成が発生し、現在でも軍楽隊などで見ることができるものの、産業革命に伴い金管楽器の製造が盛んになるにつれ、娯楽として金管楽器を中心とした英国式ブラスバンドが編み出され、現在ではジャンルを確立している。アメリカでは アメリカ水奏学指導者協会が編成基準を定めており、それに従った編成が進められている。例えば、テノールホルンの代わりに、ユーフォニアムを用いる。日本では、軍学隊創立当時、陸軍はフランスから、海軍はイギリスから指導者を招いたため、楽器編成、用語、音色などが似通りあって一定しなかったものの、公益社団法人日本水奏楽指導者協会に、 より標準編成案が発表され、これを基準とする場合が多い。還元学の管楽器セクションと同様に、各楽器は1パート1人編成を原則とする形態。フェネルがイーストマン音楽学校において提唱した概念で、前述の吹奏楽団における形態の一つである。尺子定規に守られるのではなく、一つのパートを複数の奏者で演奏する。常に、 メンバー全員であらゆる楽曲を演奏するのではなく、楽曲ごとに作曲者が指定した編成に従い、奏者数が増減する。サク素連続の金管楽器を中心とするブラスバンドの形態。4世に分かれた B 管のソロコルネットと3声に分かれたコルネットを中心に高音域を S 管のソプラノコルネットで補う。フリューゲルホルンがコルネットの音色に幅を持たせ、 テナーホルンとトロンボーンが火星部を受け持つ。ユーフォニアムが旋律を助け、バスが低音域を支える。さらに、打楽器が加わる。輝きのある響きを持ち、オルガンのそれを思わせるものもあれば、超絶技巧もある。金管楽器主体の編成であることから、指導が比較的容易であるため、アマチュアが取り組みやすいといった側面もある。また、急性群では、 世界各地にスタッフバンドと称したブラスバンドを置いており、独自の豊富なレパートリーを有している。一般的な吹奏楽編成で知られる曲も、はじめは英国式ブラスバンド編成で書かれた曲の場合があり、フィリップ・スパークの宇宙の音楽や、ピーター・グレイアムのハリソンの夢などが挙げられる。作曲者自身の手によって英国式、 ブラスバンド編成から吹奏楽編成へ編曲する手法はヨーロッパの作曲家を中心に多く見られる。金管楽器、サクソフォーム及び打楽器による形態。オランダ、ベルギーを中心に普及している。3世の B フリューゲルホルンを中心に高音域を S フリューゲルホルンが補うものの、現在ではこの楽器は S トランペットもしくは S コルネットで対応される。 サクソフォーンは一世のソプラノ、二世のアルト、一世のテナー、一世のバリトンで構成されるが、オプションとしてバスサクソフォーンなどが使用されることもある。このほか、三世のトランペット、四世のフレンチホルン、バリトン、二世のユーフォニアム、S もしくは F チューバ B もしくは C チューバそして打楽器による編成が一般的である。英国式。 ブラスバンドと響きが似ているものの、サクソフォーンとフリューゲルホルンの豊かな響きと細かい動きの特徴を活かした作品が多い。オランダにおいてはファンファーレオルケスト、ファンファーレバンドという名称の楽団も存在し、日本でも専属学園音楽大学がオランダ語に基づくファンファーレオルケストの名称を使用している。ドイツにおけるブラスバンドの形態。直訳は、 トロンボーンの合唱体であるものの、実際にはそれ以外の楽器も含む、プロテスタント教会専属のアマチュア金管合唱団、つまり、金管聖歌隊である。礼拝などで、基本的に賛美歌などを演奏する。賛美歌の演奏には、回衆やオルガニストと同じソプラノアルトテノールバスの四世コラールによる、実音のスコアをそのまま用いる。実際には、回衆のコラールの伴奏の他に、 オルガンとの掛け合いや、前奏に、ファンファーレや序曲、構想には、フーガや、歌なしのコラール、更進曲などがそうされる。またクリスマス近くになると、街の広場で、クリスマスの賛美歌なども演奏する。レパートリーとしては、バッハのカンタータなどから取ったコラールが多い。ルネサンス音楽、メンデルスゾーンによる、無言歌の編曲、ハイドンによるリベルティメントの編曲などもある。 オリジナル曲では以下の曲がある。室内楽による形態。管楽器で構成される。特に厳密な編成は定められていない。各パートにおける人数も厳密に規定されていない楽曲が大多数である。吹奏楽で使われる楽器はフラット系の調整を持つ異常楽器が多い。ここでは現在用いられている楽譜にある最大公約数的な編成を示す。 日本における水奏学の歴史は1869年に薩摩藩が藩士の選抜を経たイギリス人ジョン・ウィリアム・フェントンの指導により薩摩バンドを結成した時に始まる。軍隊の西洋化を目指す薩摩藩主、島津久光がイギリスの軍楽隊に習った。そのメンバーが廃藩地検を経て陸軍、海軍に創設された軍楽隊の中核となった。 なお、軍楽隊の響きが初めて鳴り響いたのは1853年にマシューペリーが裏側に来た際と言われる。当時、演奏会は軍楽隊が行っており、それによって多くの曲を紹介してきた。大正時代には学校音楽にも吹奏楽が取り入れられ、その他百貨店、遊園地などに少年音楽隊が生まれ、また民間吹奏楽団が組織されて、 一般市民に広まった。1939年には、大日本水槽、楽連盟が発足した。1935年には、全日本水槽学コンクールが毎年開かれ、演奏会も多く行われるようになった。第二次世界大戦が始まる頃から、水槽学は、繊維工用や、国威発用のために利用されるようになり、盛んになった。第二次世界大戦後、 演奏する機会を失っていたものの、青少年教育にとって音楽の持つ意義が見直されたことから、再び学校で採用され、新しい学校音楽教育が、消化教育から気学教育に移ったこともあって、数も増え、演奏技術も向上した。1961年11月には、フランスのギャルド・レ・ピブリケーヌ吹奏楽団が初来日し、演奏会を開催して、 当時の聴衆に大きな影響を与えた。1967年には公益社団法人日本吹奏楽指導者協会が設立された。レパートリーの特徴として編曲された楽曲が依然として重要な位置を占めていることが挙げられる。クラシックからの編曲は編曲の品質が高い。楽団に共通点を持つジャズからの編曲もレパートリーの拡充に至った。 ポピュラー音楽からの編曲にもスタンダードなレパートリーとして定着しているものが多く演奏会で採用される機会も多い。ニューサウンズ・イン・ブラスは J-POP などの音楽を編曲したシリーズである。当初から吹奏楽編成で作曲された演奏会用の楽曲も多く存在する。これらは前日の編曲作品との対比からオリジナルと呼ばれる。アメリカでは スクールバンドの活動が盛んなので、スクールバンド向けの楽曲が多く作られており、日本でもよく取り上げられる。その中には、演奏会におけるスタンダードなレパートリーとして定着したものも多い。近年の傾向としては、ヨーロッパの作品も多く紹介されるようになり、レパートリーとして定着している。また、ヨーロッパの作品は、もともとブラスバンド用に書かれ、 作曲者自身の手によって、吹奏楽版が作られ、重要なレパートリーとして定着している曲もある。演奏コンクール日本では、アマチュア吹奏楽団体を対象にした演奏コンクールがいくつか開催されている。演奏コンクールでは、以下の問題がある。作曲コンクール日本では、吹奏楽編成の曲を公募する作曲コンクールがいくつかある。 自衛隊音楽祭り自衛隊を音楽、祭り陸上自衛隊中央音楽隊日本では、自衛隊、消防音楽隊、警察音楽隊、海上保安庁音楽隊など治安系の公務員組織による吹奏楽団が多数存在し、中央団体と呼ばれるものの、多くは団員を音楽大学から採用、ほぼ演奏業務に専念する、事実上のプロミュージシャンである。現在日本には、 国立、公立直営で専属雇用する公共楽団や合唱団が存在しないため、ドイツなど欧州大陸には多数見られる公務員身分の音楽家は大部分これらの吹奏楽団員に集約されている。軍楽隊日本では、軍楽隊は陸軍、海軍、空軍などの軍隊に属する。通常は木管楽器、金管楽器、 打楽器による編成が主となっているものの、タイによっては、還元楽の編成のところもある。軍隊の行事である儀式や行進、レクリエーションなどの音楽を演奏することを任務とし、編成については各国ごとに伝統を持っていて、それぞれに特徴がある。軍学の歴史は古く、古代、エジプトやアシリアなどで記録が残されているものの、充実した形となったのは、ローマ時代からと言われている。 15世紀の頃から定着し、17、18世紀には軍楽隊の作品も多く作られている。ヨーロッパの吹奏楽は軍楽隊の演奏によって代表されている。日本では明治以降の陸海軍に軍楽隊が置かれていた。現代においては儀式、広報及び自衛官の指揮公用を目的として陸上、海上、 航空の3自衛隊にそれぞれ複数の音楽隊が置かれている。各音楽隊の中でも、陸上自衛隊中央音楽隊は、国賓に対する栄誉令の総額を行う日本で唯一の音楽隊であり、日本を代表する吹奏楽団を自ら称する。防衛大学校においては、学生は必ず運動部に参加する規則があり、文化部は運動部との掛け持ちでしか参加できない。 しかし、吹奏楽部は、学校行事や各種式典においての学校の顔となる役割を持つため、例外的に運動部と同様に活動時間が確保される。消防音楽隊日本では、消防音楽隊は、各自治体の消防本部あるいは消防団によって運営される。吹奏楽編成のものが多い。他に、信号ラッパのみ、あるいは、 打楽器を加えた編成も数多い。音楽隊員の身分は、消防職員のみ、また消防団員のみ、あるいは混成、さらに一般人をも含んだりと多岐にわたる。活動内容は、吹奏楽を通じた、防火、防災の啓蒙、広報活動を目的とし、消防関係の式典や行事における演奏や、地域からの依頼演奏のほか、定期演奏会などの自主的な演奏がある。 個人負担金は団体ごとの規定によるもののないところが多い。警察音楽隊日本では警察音楽隊は警視庁をはじめ各道府県警ごとに音楽隊が運営される。他にカラーガード隊が配備されているところもある。音楽隊員の身分は警察官もしくは警察職員である。音楽隊と警察の通常業務を兼ねている隊を県務隊。 音楽隊の業務のみに従事している隊を専務隊と呼ぶ。航空警察や海上保安庁にも県務隊の音楽隊が設置されている。外国においては、ロンドン警視庁音楽隊やパリ警視庁音楽隊などの吹奏楽編成による活動が知られる。学校吹奏楽部日本では、学校吹奏楽部は、クラブ活動や部活動として行われる、課外活動の一形態となる。 一部の高等学校では、吹奏楽局や、吹奏楽委員会が設置されるケースがある。吹奏楽編成が多いものの、マーチングバンドも存在する。活動内容は、各種コンクール、文化祭での発表、運動会での更新演奏、式典演奏などにおける、諸行事での演奏、地域の音楽祭、異問演奏、定期演奏会など。負担金は、部費という形で集められ、 機体については、郊外から専門の講師を呼ぶ場合は高くなる。団体の収入としては、その他にも学校や地方公共団体から補助が入る。学期を購入する代金は備品、楽譜を購入する代金は消耗品と予算科目が異なる。応援団吹奏楽部日本では、応援団吹奏楽部はスポーツ応援の成り物要因が多い。中学。 高校などでは文化部として設立された吹奏楽部が学校行事として応援に協力することが多いものの大学などでは応援活動を行うために応援団の参加に常設団体として設立された吹奏楽部が応援を行っていることもある当初は応援団のなり物の部隊として設立された吹奏楽部が成長し応援活動だけではなく学内吹奏楽団体として幅広く 音楽活動を行うようになった団体も多い。応援団吹奏楽部とは別にサークルや文化会所属団体が音楽活動を担っている例がある。応援団から独立した団体の場合、歴史的な経緯から文化会に所属する団体として活動するのではなく、文化会や体育会ではない学生会の団体として活動している例もある。また、 応援団吹奏楽部として活動している団体においても応援活動と音楽活動のバランス配分については応援団本部と学内吹奏楽団体の力関係や意思選択などの要因で応援活動を吹奏楽部の主要活動目的として活動している団体から吹奏楽部の主要活動目的は音楽活動という団体までかなりの温度差がある。 このような団体は、体育会連合に加えて、文化会連合も所属するという立場にある場合が多い。企業吹奏楽団日本では、企業吹奏楽団は、楽器を趣味とする社員有志のクラブが多い。社内で従業員による吹奏楽団体を結成しようとした場合、数十人単位の人数が必要となるため、おのずと会社規模の大きい企業が多い。一例として、 楽器メーカーのヤマハにより、自社製品の宣伝と、ヤマハ公式野球部の応援団を兼ねるヤマハ、吹奏楽団浜松がある。他に、NTT 西日本中国吹奏楽クラブ、ブリジストン吹奏楽団クルメ、阪急百貨店吹奏楽団、NEC 玉川吹奏楽団といったバンドが、全日本吹奏楽コンクールや全日本アンサンブルコンテストなどへの出場を通じて、 広く知られる。市民吹奏楽団日本では、一般には、学校や企業といった、特定の組織に依存せず、市民吹奏楽団のような故障で、市民吹奏楽団として活動するサークルを指すことが多いものの、厳密な言葉の定義が存在しないため、特定校の卒業生しか入団できない、OB 吹奏楽団なども含め、全日本吹奏楽連盟に、一般の部として、 加盟登録される団体がここに分類される。学団の構成員は、社会人が中心となることが多いものの、学生が参加する例も見受けられ、中には、学団員の大半が学生という市民、吹奏楽団も存在する。活動内容は、市民吹奏楽団の活動方針によって様々で、あるものの、各種演奏会の開催、全日本吹奏楽コンクールへの出場、 地域の音楽祭への参加、異文演奏などである。市民吹奏楽団の多くは、楽器の調達費や日々の活動資金の大半を、所属楽団員から徴収する、団費で賄っているものの、市町村などの地方公共団体や、各市民間団体などから支援を受けて活動している、市民吹奏楽団も存在する。楽器編成は、楽器を持つ者が自由意志で参加しているという、 性質上、アンバランスになることが多い。そのため、足りないパートを補うために参照出演者、エキストラを呼ぶことがあるものの、楽器編成に厳密性が求められていないと解釈されることが多い現状から、他の楽器で代用されることもある。評論小説のフィクション、漫画雑誌ドラマーニメドキュメンタリーバラエティ番組、最後に、当該コンクールでエレキベースが使用されたのは、 2005年の NTT 西日本中国吹奏楽クラブによるトリビュートとカウントベーシーオーケストラ全日本アンサンブルコンテスト実施規定第6条各グループの編成は3名以上8名までとする第9条2同1パートを2名以上の奏者で演奏することは認めないありがとうございます